おはようございます。今日はですね、ちょっと家で YouTube を撮ろうと思ったんですけど、撮るものがなくってどうしようって思った時に、普通にメイクをするだけじゃつまんないから、 Instagram でね、みんなに質問を募集したんですよ。このインスタで募集した質問に答えながら、ちょっとメイクしたり準備したりしていきたいと思います。じゃあまあやっていきます。で、今下地だけやりました。眉毛からやっていきます。もう早速どんどん質問に答えながらやっていきますね。メイクとかするとなんか日焼け止めとかポロポロしてくるんですけど、なくすにはどうしたらいいですかってことかな。きっとよくあるお悩みだと思うんですけど、なんか私的には重ねすぎとかが関係してくるのかなと思ってて、日中用クリームと日焼け止めとベースが全部一緒になってるやつがすごいいいなって思ってて、これヘラの UV プロテクタートーンアップってやつなんですけど、こういう一個にいろんなものが入ってるやつを使えば重ねる回数が少なくなるから、ポロポロしたりとか、なんか相性とかもあんまり気にしなくていいのかなって思って、こういうのを使うのがすごいおすすめなんですけど、一番いいのは例えばだけど、シュー上村の下地とシュー上村のファンデーションとか、下地とファンデーションのブランドを一緒にするとやっぱり相性がよく作られてるから、その同じブランドのものを使うとか、下地にクリームとか日焼け止めの効果が入ってるものを使うとかがすごくいいんじゃないかなって思います。マイマスカラはロム&です。これ本当によくって、違う色も買おうか迷ってるんだよね。顔痩せ方法とかありますか？顔痩せね、私最近やってることが一個だけあって、それがですね、この乳酸なんとか筋みたいなあるじゃないですか。ここの筋肉をほぐす、筋肉っていうか何だろう、筋、こうやって横向いた時に出てくるこれをこうやってつまんでこう揺らしたり、こういうフェイスラインを隙間時間にこう押したりとか、こめかみをこうマッサージしたりとかしてます。よく買う服のブランドはどこですか？よく買う服のブランドか、そのマウジーとかスライとかラグアとか、あとエモダとかは買うんだけど、最近すごいね、その展示会以外で普通に買い物することがあんまりなくって、お店で。そうなると私古着屋さんめっちゃ好きでよく行くんで、どっちかっていうとブランドってよりかは古着が実際に買うのは多いかも。顔タイプを教えてください。顔タイプ、私これ一回調べたことあるんだよな。調べるっていうか診断、エレガンス、ソフトエレガンスだった気がする。ソフトエレガンスっぽいですか？東京のおすすめの古着屋さん、あ、待って、アイシャドウの紹介からしよう。アイシャドウ、なんか私最近韓国コスメ、韓国のパレットとか使うこと多かったなって思って、久しぶりに日本のブランドっていうかさ、その百貨店とかに入ってるブランドのアイシャドウを使ってみようって思って、この前ルナソルのイベントに行かせてもらったんですよ。私ルナソルめっちゃ好きで、まあ名前にルナって入ってるからなんですけど、でそこでアイシャドウパレットとマスカラとアイライナーをいただいたので、ちょっとそれを使って今回メイクしていこうかなって思って、今回使うパレットがこのルナソルのアイカラーレーション N03 番っていう、ちょっとこのね、緑が入ってるパレットなんだけど、若干秋っぽくなると思う。まあもう気分はね、私は夏はもういいですよっていう気分なので、ちょっと秋みのあるメイクをしてみようかなと思ってこのパレット使います。このパレットね、色がめっちゃ可愛くって、結構さ、ここで見るとさ、ちょっと渋めのカラーでちょっと使いにくいのかなって思うかもしれないんだけど、これね、このなんかすごい透け感のあるアイシャドウで、粉質がやっぱね、さすがルナソルって感じなんだけど、本当に良くて、粉飛びとかが全然しないの。本当に塗った瞬間にピタって密着するっていうか、粉感があんまりない。今ね、ここの一番薄いカラーをアイホールと涙袋に入れてます。で、おすすめの古着屋さんね、でも私本当によく行くのは入浴場めっちゃ行くよ。物量が多いからさ、探すのが難しいっていうのはあるんだけど、でもやっぱり多い分いろんなものがあるし、あ、一味、表参道に一味っていう古着屋さんがあって、もともと大阪にあった古着屋さんなんだけど、そこもめっちゃ可愛い。ちょっと今日服をさ、黒っぽい服にしようと思ってて、シンプルな、だからメイクをちょっと大人っぽい感じにしたくてこのパレット使ってるんだけど、ちょっとここの暗めの色、ここを同じこの筆にとって、二重幅っていうかこの辺に軽く入れます。
そしたらこの細い方のブラシで同じ色を取って、あのいつもみたいに下の目の際にちょっとだけ入れます。秋先取りって感じ。最近の趣味知りたいです。最近の趣味はまた私編み物が再熱してて、冬にめっちゃ編んでたんですよ私。本当になんか冬ってさ寒いしさ、そうニット系のもの使うからさ編み物めっちゃはかどるじゃん。でも最近はポリエステルだっけ、 100% の糸を使って、この前インスタと TikTok に載せたんですけど、これをこの前編みました。これあのボンネットっていう頭につけるやつなんですけど、先端にこういうパーツをつけて、私は基本的に YouTube 見ながら編んでるんですけど、あのボンネットとかは2日で編めたから意外と簡単で、すごいね暇つぶしになるっていうかいいんですよ。ここのこの緑のカラーをまた細い筆に取って、目尻にポイントで入れます。なんか緑とかさブルーとかってやっぱ使いにくいイメージあるけど、この緑も全然なんか主張しすぎない、どっちかっていうとカーキっぽい感じの色だからめっちゃ馴染むし、一気におしゃれな顔面になる。今年花火見ましたか？うわー今年花火見てないんですよ見たかったんだけど、まあでもまだ8月だから見れるチャンスは全然あると思うんだけど。そしたらマスカラもルナソルなんだけど、フェザリーディファイニングマスカラっていうマスカラで、このマスカラねすごいの、わかるかな、繊維が入ってるわけじゃないんだけど、こう角が立ってると思う、わかるかなっていうぐらい粘度がすごい高くって、一本一本をちゃんと伸ばしてくれるんだけど、毛先がダマにならないで、すごい綺麗に伸ばしてくれる。そしたらアイライナーもルナソルインフュージョンカラーライナー、これもカラーライナーで、ちょっとこういうグレーっぽいカラーなの。目尻に軽く描きやすめちゃめちゃ描きやすい。チークもでもちょっと大人な感じにしたいから、チークはねルナソルがちょっとなくって、リエンダビューティーのライトブレンドブラッシュテラコッタオレンジ、ちょっとこちらも秋っぽいブラウンのチーク、こうやって頬骨に沿ってちょっと入れて、で下にちょっと伸ばす、こういう感じ。そうすることによってここに影が入るから、よりシェイプシュッっていう顔に見える。今期なんか見てるドラマありますか？私ね日本のドラマを本当に見てなくって、マジで見てない。しかもさ韓国ドラマも私最近あれ見てたの、涙の女王、最終話だけ残ってて逆になんでって感じだよね。ちょっとまつげあげるわ。そう最終話だけ残ってて、私ドラマの最終話残しがちなんだけど、理由がね、ちゃんと見たいじゃん、ちゃんと時間を作ってじっくり見たくって、何かしらしながら見たりとかしちゃうから、それだと集中できないじゃん。しかも涙の女王の最終回めっちゃ泣けるよって言われて、泣けるならなおさら集中してさちゃんと泣きたいじゃんって思って見れてないんですよ最終話だけ。あのネトフリのこれドラマじゃないけどさ、ボーイフレンド、あれを友達におすすめされて見ました全部。うわたまにはこういうのもいいね、なんかセクシー。ちょっとあとはリップ塗って髪の毛をやるだけなので、ちょっと一旦髪の毛を戻していきます。はい、ちょっとあの服も先に黒い服に着替えました。髪の毛どうしよう、でもなんかせっかくだったらちょっと大人っぽくアップヘアにしようかな。彼氏ができないって自分に魅力がないからですかね。いや違うでしょ絶対に。魅力がないから彼氏ができないんじゃなくって、シンプルにその出会いがない可能性もあるし、なんかさ魅力がありすぎる人って逆に高嶺の花みたいな感じでさ、なんか俺じゃなくてもういいんじゃないかとかさ、いや俺がいなくてもって思われちゃう可能性もあるから、絶対に魅力がないから彼氏ができないわけではない。ちょっと恋愛系の質問にしよう。失恋したから慰めて。失恋は人に慰められたってどうにもなんないですよ本当にどんだけさ、いやいつか忘れるよとかさ、元気出してよとか言われてもさ、もうこっちはもう完全にバット入ってるわけだからさ、普通に無理じゃないですか。もう本当にありきたりなことしか言えないけど、マジでどうでもよくなりますよ本当に。私も何回も失恋してるけど、結局さもう時間が経てば忘れるから、だから大丈夫。
あの時の自分なんであんなに落ち込んでたんだろうって今思うもん。東京行きます。おすすめのタイ料理屋さん教えてください。タイ料理私大好きでおすすめがいっぱいあるんですけど、まあ定番で言うとあれですね、原宿のチャオバンブー。とりあえず迷ったらチャオバンブーはおすすめ。あとはそのチャオバンブーの近くにあるカフィアライムっていうタイ料理屋さんがあるんですけど、そこも結構美味しくって私よく行くんですよ。カフィアライムはね、高層カレーっていうココナッツの風味が結構効いてるカレーがあるんですけど、そのね高層カレーがめっちゃ美味しくっておすすめです。彼氏ができても男友達を大切にしたい、仲良くしたいってダメですか？わかる、めっちゃわかるよ。私も彼氏がもしできたとしても男友達めっちゃ多くって仲良くしたいって思うけど、でもそれは結局さ、友達って言ってもさ、彼氏からしたらどういう友達でどういう関係値でとかわかんないわけじゃん。だからもう彼氏が許してくれるかどうかではあるけど、でもその気持ちはわかる。私も男友達だから大事にしたいっていう気持ちはわかる。めっちゃそういうのに理解をしてくれる彼氏と付き合うしかない。推しにお金使いすぎて自分にお金使いたいのに使えない。でもさ、それって結局さ、推しにお金使ってるってことはさ、もう推しの幸せイコール自分の幸せなわけじゃん、きっと。ってなったらさ、結局自分の幸せのためにお金使ってるってことでもあるからさ、それが自分にとっての幸せならいいんじゃない、別に。それか逆に考えて、自分が可愛くなれば、推しからも可愛いって思ってもらえる、みたいな感じでさ、もう推し基準でもいいから、推しのために可愛くなるためにお金を使う。そしたらもう推しもハッピー、自分もハッピーみたいな感じで考えるのもいいんじゃない。でも別にそれが自分にとっての幸せだったらさ、お金の使い方なんて全然人それぞれだからいいと思うけどね。いや前髪今長いんだよね。またさ、この前髪を切るか切らないか問題が私の中で発生してて、なんかこんな感じだよね、韓国の前髪って。大人っぽくピタピタにまとめてみました、今日は。そしたら最後リップ塗ります。リップもルナフルなんですけど、このリップめっちゃ可愛くって、フュージングカラーリップス08番、秋っぽいカラーなんだけど、ベージュピンクブラウンみたいな感じの色。ちょっと口の色消そうかな、私本当に口の色が濃いから。めっちゃ可愛くない？完成。結構大人っぽいっぽい感じのメイクになったんじゃない？質問も結構答えられたから私は満足、大満足です。ちょっと秋っぽいメイクになってまだ先だと思うんですけど、ルナソルのコスメすごい本当に全部可愛くって大人っぽい秋っぽいカラーなので、気になった方はぜひ見に行ってみてください。あと質問もたくさん皆さんありがとう、たくさん皆さんありがとうございました。今回こんな感じでちょっとレディーな黒い服に合うようなメイクをしてみたんですけど、いつもと違うメイクもどうでしょうか？やっぱりいつもの方がいいですか？はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画いいなって思ったらぜひチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後めっちゃ駆け足、間に合った充電。バイバーイ。